皆さん、こんにちは。t r u テレチベット・ t i へようこそ。私はチベット t v のパルゾムです。チベットやダライラマ法王そして中央チベット制限に関する一週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。パンチェンラーマ解放を、えたチベット人女性が健康を損ねて釈放される。インドをはじめ民衆国家は、中国語の 共員に立ち向かい、チベットや新疆を支持すべきであると宣言首相が発言。自由国家と共産主義国家中国、チベットの展望と課題。カンジョンファイナンスがインド全土のチベット系企業に最低利子で最大5000万ルービーを融資。カナダ中国委員会が 中国とチベットの対話を支持する動議を満場一致で可決中央チベット政権厚生省がチャムダ検疫センターを支援チベット人活動家がチベットの自由を歌えパリーからジュネーブまで自転車で抗議運動チベット人情勢のドルガさんは 親族がチベットのバン万全ラマの解放を世間に呼びかける活動を支援した罪で15ヶ月にわたって服役していましたが釈放された時には健康を大きく損なった状態であったことが分かりましたトガさんは2019年5月に判決を受け8月15日に釈放されました 現在は、四川省ののチベット族自自治州宅で療養を続けています。インドと中国がギャロワン渓谷の国境で数ヶ月にわたって衝突している中宣言収始は2017年のドクラムデンの領土問題をめぐる対立の時にインドが中国を押し戻し中国政府が驚き 一帯の対境を見せた時のように両党を守り続けるべきであると述べました。 宣言収書はインドのニュースメディアに対し民主国家であるインドは中国共産党政府に対するイデオロギー的な争いを行っていて勝利すべきであると話しましたインド独立74周年記念式典がチベット中央政権の内閣事務所で大臣 事務官、高官らが主席しで行われ、ロブサン宣言収書は、インド政府に対し、中国軍と対等するときには、中国に対するチベットの歴史を参考してほしいと訴えました。 So, and continue to support us. 宣言収書はダラムサランの警察署で、行われたインド独立74周年記念式典にも出席しました。この式典には、ヒマチュル・プラデシュ州 立法議会シルビー・ピンシン・パルマ議長をはじめとする要人が出席しました。今週月曜日、3人の著名人がオンラインでのディスカッションに出席しました。トピックはアメリカが世界の自由国家に中国共産党の変革を求めるチベットの分析と将来というもので、現在、 注目を集める話題であるだけでなく、チベットの今後の伝播や立場を考えるためにふさわしい内容でした。中央チベット制限ロープサン宣言収書、サンフランシスコのゴールダン・ゲット大学の国際法学で、中央チベット制限、リガル・アドバイザーのマイクル・ヴェンウォール教授、イギリスの元議会議員、内務省元大臣のノーメン・ジョン・ベイークー氏らが、 国際社会の政府が、チベット問題を解決する機会を今、作るべきであると議論しました。 And that's how, you know, we can take advantage of this developing scenario in the in the in global stage. Uh, it's a book we just completed, and it is now with the publisher. Uh, it's going to look something like this, the cover, and it'll be available uh, on Amazon bookstores in October. And it presents the Chinese claims and debunks them on the basis of. Both historical and legal analysis. But you cannot have consensus unless the other side also wants consensus, and the Chinese government does not. They regard consensus seeking as weakness. So that's why, when we look at the American response, the American government response, the American democratic response, that I support that. It's the only thing I think that President Trump does that I actually support, um, because he and his administration, Mike Pompeo and others, 中央チベット政権と財務省は今週火曜日新しい論を発表しました。これは、カンジョンファイナンスがインド全土のチベット企業に対し最大5000万ルービーを要請するというものです。宣言収書はカンジョンファイナンスを正規の銀行を通して登録し、 SFB ライセンを取得する取り組みが進行中であることを発表しました。また、カンジョンファイナンスは、インド準備銀行にノンバンキング金融機関として登録したものの、金融機関と同様に機能し、融資制裁や株式への投資なども行います。宣言収賞はまだ、カンジョンファイナンスがインド準備銀行の委員会メンバーとなったこと、 またそのため今後は正義の銀行への発展を目指してインドの銀行システムの標準規則を投入すると話しましたカナダと中国の関係に関する特別委員会はダライラマ法王と中央チベット政権の代表団と中国政府との対話の地づけに対しカナダの支援を求める動義を満場一致で解決しました この道義は、はじめに8月6日に、チベットの政治指導者であるロブサン・センゲ首相の校長会が沢名を洗った際に、ガネード・ジェヌイス議員が提案しました。この時、特別委員会は、この道義の延期を再作しました。延期の期間中、カナダ・チベット委員会と ワシンント DC のチベット事務所が主催するカナダのチベットグループ核団体はこの動機に対する全土からの実施を求めて働きかけを行いましたこの動機は9月に会員に退出される予定です。中央チベット政権の保険所 中ク大臣をはじめとする中央チベット政権の代表団がヒマチャルプラディッシュチャムンダノダに設置された検疫所に収容された新型コロナウイルス感染症患者に食料品を配布しましたこの検疫所は現在新型コロナウイルス感染症治療の中心地となっていますが50人から60人を 超える感謝が収容されています医師や施設のスタッフ地区の行政担当者らが中央チベット政権の代表団を歓迎し全員の活動に感謝の意を伝えましたチベット人のガオンツベさんがチベット香港東トルキスタンにおける人間の自由を求める運動を行い自転車で 単独でフランスのパーリーを出発し、8月19日にスイスのジュネーブに到着しました。ジュネーブでは国連への申し立てを行います。チェベさんはジュネーブのチベット事務所の支援のもと、国際連合人間行動ベムーガン事務所に対し、チベットや新疆ウイグル自治区における自由や香港での政治デモを 環境破壊のほが中国のウェットマーケットが多くの人命に栄養を及ぼしたことの責任など8項目の申し立てを行うようで,です今週のニュースはここまでです次回まだお会いましょう良い週末をお過ごしくださいどうもありがとうございました